それではね、皆さん、こんにちは。2021年6月4日の佐藤秀樹ライブであります。ちょうどね、1ヶ月、6月も最初の週もね、終わろうとしております。今日6月4日ですか。はい、天安門事件からね、ちょうど32年ということをね、ニュースとしてありますけど、まあそれにしてもね、まだ緊急事態宣言があと2週間余り、乗っております。まあ、そういう中でやっぱり心配なのは、まずね、お年寄りの衰弱みたいなのね、やっぱりね、レクリエーションとかね、できないと衰えるという傾向がやっぱりあったりして、それは引き続きね、感じますね。自力でね、ご飯食べたりね、トイレ行けてたようなね、お年寄りも本当、トイレ自分で行けなかったりね、まあ、それから、まあ、ご飯をね、自分で食べれなくなったりっていうね、そういう状況が、でまあ、食べれてもボロボロこぼすとかね、そういう状況がちょっとね、やっぱ非常にひどくなってくる。まあうまい、もうちょっとね、収まってほしいところであるんですが、落ち着いてね、まあ私の会社のある施設でも今週からね、ワクチンの接種がね、始まりましたけどね、入所者、お年寄り向けにはね、うまいことね、収まってくれればいいんですが、今週ね、から来週、今週来週、それぐらいにはね、非常に第1回目が終わって一定程度落ち着いてくれればいいんですが、まあそれからね、持病がある方ね、お年寄りじゃなくてもそういう方もね、ちょっとご注意いただければと思います。まあ糖尿病の方なんか特に運動不足で悪化するとか、食事習慣がね、おろそかになって悪化するとかね、生活のリズムが見られたり、まあ、そういうこともね、多く見られますので、ね、ぜひね、お気をつけいただければというふうにね、思います。さっきもね、ちょっとね、お会いでしたけど、死亡時かなんかでやってたけど、本当に糖尿病ね、一歩手前だったような方がね、糖尿病を発症したりとか、そういうケースも今、ね、出てきてるようなんでね、本当それ人工透析となったら本当に大変ですよ。まあ私のね、ここでもお年寄りで人工透析や方、本当に何人かねいらっしゃいますけど、本当ね、大変です、大変です。はい、やっぱりね、そうで若くしてなると大変ですよ。そういうことでやっぱりね、気をつけていただければと思いますが、あとやっぱりね、ご家庭で介護をねされてる、ね、皆さんがやっぱりね、大変ね、心配な状況と言わざるを得ませんよね。緊急事態宣言の中でね、訪問看護とか、ね、ホームヘルプとかね、頼まなくなって、それでワンオペ介護、そんなのもね、今日ニュースでやってましたけど、持ちませんよね、しかしね、これ以上ね、やってたらね、さすがに来週からなんか、ね、その方も、看護師、訪問看護ね、それからホームヘルプね、呼ばれるということでね、お子さんですね、この障害者のね、障害児というんだけどね、まあ、その、なんていうかな、
回そのためにもね、現場の体制をね、整備しなきゃいけないんだけどさ、その現場の体制っていうのはね、やっぱり今、ね、結局、バタバタね、人が辞めていくという状況、結局、その現場の人間のね、処遇がね、良くねえから、コロナの前から良くなかったらね、こういうね、難しいことになるっていう側面もあるわけで、ぜひね、抜本的なね、処遇改善というかね、こういうものをね、特に今回のね、もう秋までにある衆議院選挙でね、そういうことをがっつりね、言うような人、介護の現場出身の方はね、ぜひ、特にこの中国地をね、広島含む中国地方からね、送りたいと思います。まあ、参議院ではね、私自身がね、4月の、ね、再選挙に、ね、立候補してますけどね、まずね、衆議院のね、次はやっぱり衆議院のね、やっぱり比例区、中国ブロック、ね、まあ、山口4区でね、でチャレンジをされる予定の竹村克志さんね、介護福祉士、まあ、彼をね、しっかり中国地方から介護現場代表でね、押し上げていくと、ね、思います、それではね、記者会見ね、6月1日にもやっておりますんでね、中身的にはね、今私が申し上げたようなことになります、はい、やっぱりね、今日中国新聞の方にもね、介護現場の人間がね、議員になるべきだっていう話が載ってたっていうのはね、話を東京友達からね、聞きました、ぜひね、やっぱりまあ私はね、今回参議院にねチャレンジしましたけれどもね、まず衆議院のね、比例区ね、まあ、定数11ありますからね、その中でね、衆議院の比例中国で、一人でもね、通ってもらえれば、そしてね、やっぱり、ゆくゆくやっぱり参議院のね、選挙区、あるいはね、参議院議員がね、あるいはね、まあ、衆議院の小選挙区でもね、あるいはね、各ね、地方議会でもね、どんどんそういう代表がね、誕生していくと、こういうことがね、大事ではないかというふうに思います、はい、まあ、広島というかね、特に中国地方は今までね、保守的だったからね、だけどそういうね、官僚とかね、高級官僚とかね、タレントとかね、あるいはね、世襲とかね、そういう人ばっかりでね、政治をね、締めていくってね、そこをね、やっぱりもう変えていかんといけんと思いますね、やっぱね、だからたまにね、消したら自民ね、これはもちろんそうだしね、安倍ね、菅さんね、1億5000万円の問題ね、消したらね、いやそれだけでね、終わらせちゃね、ダメですよ、それだけで終わらせちゃダメにね、一気にやっぱりここはね、やっぱ現場の声というか、そういうものがね、生かされる政治でね、抜本的に変わっていくっていうか、そうしていかねえとまずいですよね、まずい。ただただね、もうちょっと自民党にお灸を据えてね、終わりと、これだけにしちゃね、いけないというかね、いけんと思うので、はい、そういうことになります、はい、まあ、そういう内容をね、前回に引き継いで、まあ、同じようなことです。まあ、第2回目ですけどね、6月1日にお話ししたその内容と同じようなことをね、しっかり言っていきたいと思います。もちろん大前提としてやっぱり伊方原発ね、再稼働の、ね、こういう原則でね、しっかり言えるようなね、政党や政治勢力、これをね、押していくということで巻かないとね、いけんと思います。ぜひ、やっぱり、伊方原発、しかもね、原発ゼロ、そしてね、脱炭素、これしっかり、ね、両立するようなね、エネルギー政策ね、グリーンニューデール、広島から被爆都市でありね、そして、過去2回ね、大災害に発生。ちょうどね、向こうの方にね、
ちょうど2014年のね、被災地のあります向こうがね、2014年のね、被災地になりますけどね、映ってる方向が。そしてね、2018年はね、さらに広い範囲で、その今映って以外のところがね、まあ崩れていったと、まあそういう形になります。はい、そこもあって、3年前に崩れたんじゃないかな。うん、まあそういうことになりますね。ぜひね、だからね、やっぱり気候変動ですよね。気候変動と、ね、そしてね、まあ、だからダダンとね、そしてね、放射能を出さない、ね、両方ね、しっかりガツンと、ね、そういうスケジュールを、ね、やっていきたいと思います。それではね、皆さん、これぐらいで、ね、失礼いたします。じゃあ